おはようございます。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 ゴールデンウィーク真っ只中。はい、ゴールデンウィークです。真っ只中じゃないか、初日、初日ですね。はい、前回は裸で、はい、裸と仙台のね、はい、どこだっけ忘れちゃった、はい、で、Cバスで習いましたけども、はい、残念ながらダメでした。ダメでした、うん、ダメでしたけども、その翌日になんか鈴がメバルをあげたとかなんとか、あげたとかなんとかで一人だけ、一人だけなんかいろいろやってますけども、今日はそんな鈴がいないんですけども、はい、とりあえず運転手は兄さんです。はいはいはい、イエーイ。でも今日は鈴よりも、うん、何よりも、何よりも新チャンネルになってから初めての、はい、アニチャン来てまーす。久しぶり、よしとりあえずチューするか。なんでやねそんなことはいいんですよ、はいはい、今日はちなみに吉田どこに行くんでしょうか。いつも千葉方面行ってるんで。そうなんですよね。今回は、うん、静岡。イエス、イエス。そう、ちょっとね、そう、そっち側に足伸ばしてみましょうかっていうことね。兄と俺でちょっとどこ行くなんて言ってたんですけど、俺がここなんてどうなんて言ったら、兄もそっち側方面で考え、ね、考えてた。そう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 。っていうことは、そっちに静岡に何かがあるんじゃねえか。そうそう、風が吹いているということで。で、しかもですね、もうやっと釣りシーズン到来というか、やっと暖かくなってきた。やっと暖かくなってきてね。暖かいってか、暑い。暑いね、暑いね、寒いか暑いしかねえのかね。南国かここみたいな、雨季寒季しかないかいみたいな風になってきましたけどもね。とりあえず今日はまあアンリちゃんもねいますからね、アンリちゃんもねいますからね。今日はアンリちゃんもいますからね。今日は頑張っていきたいと思います。というわけでいつもの掛け声お願いします。はい、ドンボーン。そうだ、スタンプができました。 LINE スタンプ。そう、知り合いのアーティストに絵を描いてもらって、そう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 、自分のそう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 ドラゴンボーズスタンプができたぞー。ええ、ぜひね、それぞれの、なんだっけ、いつも兄が喋ってたりとか、アンリちゃんの言葉だったり、すずもね、そうなんだけど、そういうのが入ってる言葉なんですよね。なんですか、スタンプとしてはめちゃめちゃ使いづらいシリーズ。使いづらいシリーズ。使いづらいシリーズ。使い勝手めちゃ悪いけど。めちゃ悪いけど。絵のクオリティ半端ないから。そう、かわいい、かわいいね。そう、一般的に言うそのおはようございますとか遅刻しますとかそういうスタンプじゃないんだね。ありがとうとかごめんなさいとかないから。そう、そういうんじゃないんだよね。ちょっと見てほしいな。そう、ぜひぜひぜひ。まあちょっと種類は少ないんですけども、そう、8種類しかないんですけど、ね、ぜひ皆様下の概要欄のね、はい、そちらも載せておくんで、はい、使っていただけると、はい、遊びででもね、そうそうそう、うん、そう、あんりちゃんの3、2、1、はい、おしまーいっていうのもありますんでね。辛い時もあるんですよ。っていうのもありますんでね、なんかそういう時に使っていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。バンバン買ってくれー。めっちゃ混んでるね。ねえ、やっぱり、まあ土曜日っていうのもできえよな。うん、しょうがない。海に会いに行きたいね。俺たち海に会いに行きたい。そうそう、海にね。楽しみだ。うん。何言ってた、もちろんアンディにも会いたかったよ。いや、今日はほら、スズの役もやんなきゃいけない。スズの役。ソズさん、ソズさん、粗悪のソにずっと書いてる。
ソズ。はい、というわけで釣り場到着。到着。見たけど、うん、なかなか魚はいるっぽい。いるっぽいね。ちっちゃいのいっぱい泳いでるし。そうだね。でも釣り人もいっぱい。いっぱい。まあ GW ですから。邪魔しないように。そうですね。ちょこちょこやります。やっていきましょう。というわけで準備して。はい。早速釣り場の方に行くのかな。いや今日はねすごい風もそんなに強くなくていい感じですね。波も荒ぶってなくて。こんな感じですね。オッケーです。あ、でも魚いるよ。全然余裕で。下にもいる。魚めっちゃいますね。釣れるかな。うん、めちゃめちゃいるね。ウミウシいますね。ウミウシこれだ。ウミウシこれ。はい、ウミウシ。釣る予定の。いや、ちょっとやめて。ウミウシキャラにしないで。今日ウミウシしか俺釣れないらしいから。限定10匹な。10匹釣れるってことだね。だからね。やだね、それね。今日一日ウミウシだけで終わりそうだよ。最終的になんかウミウシ探すのも大変そうだよ。こっち浜辺の方なんでね。浜辺の方なんで。キスとかはさっき泳いでたっぽいですけどね。割と大きかったですね。うん、でも大きかったよね。うん、さあじゃあ準備しましょうか。はい。